だるだるだる。何してんのこれ。だる。もう片付けとけよ全部。臭すげ。お前何よこれ。なんだか最近歌舞伎でな DV 者捕まった子がおるやん。まあ問題になってますね、いろいろ。売りかけとかめちゃくちゃ刺したり。この人は犯罪やってないの。もう犯罪ちゃうもん。そうですけどね。普通に自分の店で出勤して寝てご飯食べてるだけ。誰からも何も文句言われる筋合いはない。こうやってやったらまた、え、グラス洗うところで頭洗うなんて不潔とかいうね、コメントがいっぱい来ると思うけど、そんなもん怖くないしね。やろ、やー。歌舞伎町で2500万を売り上げたホスト、一条ココア。現在は札幌に拠点を移し、順風満帆なホスト生活をしていると思われたが、見かけたのは店内での寝泊まりや数多くの問題行為。そんな破天荒な密着から2年、なんとあのココアが代表取締役に就任。今回ホスト TV は現在のココアに会うべく、ナンバーナイン札幌のランマの元へ訪れた。はい、ちょっと今はどんな感じなんですか。あ、ちょっとうちの代表に密着してもらおうと思って、はい、ちょっと僕もちょっとしばらく会ってなくて、3ヶ月ぐらいちょっとあんま店札幌出れなかったんで、ナンバーナインの札幌にちょっとめっちゃ久しぶりなんですけど、どんだけ大事なともらいたい。店内の VIP ルームの前にはココアによる張り紙が。嫌な予感が走る。何してんのこれ。だる。もう片付けとけよ全部。臭すげ。お前何よこれ。臭すげ。臭すんな。お疲れ様です。めっちゃ二日酔いっすわ。ホスト TV。 そうです。あの人何で鼻切れてんの。だるマジで。あ、いいっすよ座って。はい、いや、ここお店のVIPルームですよね。あ、そうそうそう。結構あれですね、荒れちゃってますね。いや、普通にあれなんか今済ましてもらってるっていうか、ちょっとめちゃくちゃ寝起きやわ。今は寝てたんですか。ちょっとタバコもらっていいですか。寝起き。タバコですか。ちょっと待ってください。あ、そうです。あ、火も借りていいですか。はい、ちょっと待ってくださいね。なんか今日は、はい、何ホスト TV。 いや、今日はあのココアさんが昨年あの代表になられたってことで、あのそれの密着を今日ラマさんお願いされて。めんどくさ。これなんか、え、どうしたんですか。
これは YouTube 出てもう家借りた方がいいみたいなみんなに言われてコメントも見てまあ借りたけどまあアホらしなくて何がアホらしいですか。いや家賃が、ああ家賃が、冷房もついてるし飲み物も飲み放題、っていう理由で。お店のお酒じゃないですか。代表やから。代表だったら飲んでいいんすか。うん、代表やからね。レンジもあるし、なんか結構いろいろ揃ってる。あ、けど洗濯はやってる、ちゃんと。ここで干してるんすか。うん、だって乾燥できてるもん。あ、これたまに見てる、惜しい。なんすかそれ。うん、今回の子じゃここに、もう住んで、私物化してるっていう。私物化っていうか、なんか店守ってる、貸してくれてるみたいな。まあ、常にいるわけですもんね、ここに。そうそうそう。代表になったココアだったが、その立場を利用し、店の寝泊まりは、さらに悪化したものになっていた。あ、なんか食べる。え、なんか なんすか。大丈夫です。あるある。なんか大丈夫になったし、もう一つ達成というか、なんか燃え尽きたけど、こんなにいい環境があるのに捨てられない。電子レンジ怖いんですけど、大丈夫ですかこれ。大丈夫ない。これいつも温めてるもん、これで。怖っ。でも、あ、なんか飲む？なんかあるんですか。あの、従業員持ってこさせるよ。いや、大丈夫。これミートボール、食べ。おいしい。最近ハマってるんですよ。あっためいらずって書いてますけど。あ、今日あっためた方がおいしい。華々しく代表業やられてるとこをちょっと取りに来たんですけど。絶対他の人取った方がいいよ。もうなんかもうこれも取ってるんやろ。もう取ってるんやったらもう取ってます。別に拡散し、なんかその前のやつがあって、なんかもうええか。なんか最近歌舞伎でな DV して捕まった子がおるやん。まあ問題になってますね、いろいろ。売りかけとかめちゃくちゃ刺したり。この人は犯罪やってないもん。この犯罪ちゃうもん。そうですけどね。普通に自分の店で出勤して寝てご飯食べてるだけ。誰からも何も文句言われる筋合いはない。ちょっと気になったんですけど、コウさん今売り上げはちゃんとあるんですか。まあ、分からんな。まあある。売り上げ言ってもう飽きた。今何時。もう営業や。いや、もうとっくに営業始まってますよ。いいんですか、お店出なくて。やめっか。ヘアメもな、ヘアメだったら2000円ぐらいかかるんやで、一回。いや、それはそうですよ。で、払ってほしい、ヘアメ代。あ、僕らがですか。なんで僕らが、お母さんのヘアメ。密着するんやったらそれぐらいしてくれてもいいやん。ちょっとこれ、だから片付けさそう。あったあったあった。試供品。その後、ココアは、髪を洗うべく、しぶしぶと流し場へと向かう。めっちゃ汚いですね、もう服が。ああ、そうそう、いやマジで弁償してもらおう。やっぱね、冬は寒いからね、北海道は。お湯出ないと。こうやってやったら、また、え、グラス洗うところで
で頭洗うなんて不潔とかいうねコメントがいっぱい来ると思うけど、そんなもん怖くないしね。怖い。うった。おめえは何してんだおい。もう誰誰誰誰。おい。誰言って。やろ。濡れた髪のまま凍える寒さのすすきの内を移動し、ヘアメイクスタジオへ。ちょっとお帰ってやけど、はい、あれ払っといてくれ。え、僕がですか。うん、ちょっと今しないっていうかギャラでやろ、そっち。まあ、ギャラ出ないんですけど。でもギャラ分でいい、ギャラ分っていうことで。おいくらです。2800円ですね。2800円。はい、3000円。はい。そしてかなり遅れてナンバーナインへと出勤。はい、おはよう。どう、お店の。え、もっと頑張らなきゃなあ。数分だけホストとしての業務を行ったが、すぐに自分の部屋へ。いいですか、全然働いてないですよ。いや、だって今日暇やもん。ソイヤじゃないですよ。ちょっと待って、白猫テニスやってる。やってないですよ。めっちゃおもろい。ちょっと今ね、やばい、ちょっと負けそう。お疲れ様でした。はい、ルーレットです。お疲れ様でした。今日どうでしたか。いや、そうですね、どうもこうも、あの、コウさん30分ぐらいしか働いてるところ撮ってないんで。まあ、そうですね、ちょっとまあ僕もね、あの、いろいろ話とか聞いてて、まあちょうどいい機会だなと思ってホスト TV さん入ってるので、まあ、彼にはちょっと呆れたので、人事異動の命令で。どういうこと？降格？沖縄に行ってもらいます。は？はい、ホソ TV ありがとうございました。改めましてナンバーライン札幌代表取締役、一条コカです。さっきね、あの発表があったように、アクア沖縄の方に、移動になりました。ナンバーライン札幌でね、あのホームレスから始まってね、代表になって、まあ、いろいろこうね、あの取材というか密着、あのしていただいたんですけど、あのまた新しい地で、新規一点頑張ろうと思うんで、あのこのね動画を見てくれてる、皆さん、ぜひ、沖縄の方に、遊びに来てください。詳細の方はね、あのここに、概要載せてるんで、ぜひチェックしてみてください。北海道、並びに動画を見てくれてる、皆さん、本当にありがとうございました。